たどり着いたぞ。たどり着いてしまった。疲れた。なんか気が向いたから、気が向いたって言ったら人が歩いてきたから、なんかもうじゃあこっち行くかみたいな感じで、あそこら辺からずっとなんかボコッとなんか山になってるけどさ、砂みたいなのが、でそっからずっとこれ歩いてきたから、これ結構しんどいな。結構しんどかったぞ。俺なん途中でも何やってんだろうと思って、こんなんであってもうこんなんだからな。マリオかって、マリオじゃねえけど。風もすげえし、俺の声聞こえねえかもしんねえし、これをずっとなんか、これ意外となんか怖いから、結構怖いからな。こんなたまに空いてるしさ、こうなんかポコってで、こうやってたまにこういう感じでとんがってるとこもあるしさ。危ねえよ。でもちょっと思い立ってしまったから、やらざるを得なかった。ちょっとやめようかなと思ったけど、もうせっかくだから行ってみようかみたいな。もう何してんだマジで。荷物整理それ終わってんのに、荷物整理、洗濯物干して荷物を片付けなきゃいけないのに、もう何やってんだって感じ。この時間帯もったいねえって思ったけど、いいよもう。俺は速攻でパパってやるしかない。速攻ってスパッてやればどうにか終わるだろう。そういうもんですよ人生って。そういうもんなん人生は。でも風が強いな。風がなんか落ち着いてる日があんまもう逆にねないっていうか、もう何あれ、あ、鳥かお前あれか、違うな、俺は前見てさ、違うな。あれでよかったもんな、前に俺がなんかあの今後の実況何するかって言って、そういう動画撮ったけど、それとは全然なんか違う感じがするな、あのみたいな感じ。一体何やってんだ俺は。どうしようかな。今朝で、まあ昼の3時ぐらいから、またちょっといろいろやんなきゃいけないことあるからな。そっからまた夜まで回るよ、ノンストップでまたやる。話すこと別に決めてないんだけど、決めてから話せって感じですけど、最初こう来た時あんま好きじゃなかったんだよ、この第一の俺の第一印象はすげえ最悪、もう結構最悪だ、最悪の方だった。でもなんだかんだね、まあまあ住むにつれて、まあなんか、まあ本当クソみたいな状況にたくさんあったけど、なんかバイク盗まれたりとか、なんかいろんなことあって、なんか本当最低だなみたいな感じで思ったけど、まあなんだかんだでは、まあなんだかんだで、寂しくなるよ俺は。なんだかんだ寂しくなるな。まあ当分は戻ってこないだろうから、この土地には。あっちもあれか、なんかあるの、あれなんだ、あっちからなんだ、あっちもなんかあれじゃん、砂浜あるじゃん。あとはどっちなの、方向的には。まあよくわかんない、謎だわ。この大地は謎で包まれてる。なので俺のことは探さないでください。俺のことは探さないでください。俺はもう多分どっか遠いところに旅するんだよ。これまた戻んなきゃいけねえのかよ。もうこれ大変だよこれ。これをまた戻らなきゃいけないという。まあいいけどね。多少運動なんだろこれ。こっちはもう来ねえ。この場所はもう絶対来ねえ。あっちは行くかもしれんけど。何動画だって感じ。いやでも楽しかったわ。なんだかんだクソみたいな状況がいっぱいあったけど、なんかバイク盗まれたりとか、なんか詐欺にあったりとか、なんかもうずっとなんかここの人間本当クソ野郎どもだなみたいな感じですげえのずっと思ったけど、まあなんだかんだな、まあ好きになってったっていうか、第一印象は本当最悪の感じだったけど、まあ住むにつれてだんだんまあ慣れてきたというか、まあそういう人生もありなんじゃないのかっていう、まあなんていうの、ずっと働いてみたいな、まあ、こっちでもずっと働いてたんだけど、ずっとこっちでも働いて、全然なんかなんていうの、休みの日もなんかずっとなんかもうあんまなかったっていうか、まあはい、まあ言うてこっちでもずっと働いてて、まあ働いて泳いでみたいな、そういう感じの日々が割と続いてるから、ね、ほぼ 70-80% ぐらいです働いてた。おお、波の音がすげえ。ここまでぶっかかってたらもう最悪だぞ俺は。今ちょっと寝っ転がってるからな、ね。
岩の上に寝っ転がってるわ。何やってんだって感じだよ。こういう自由な感じがいいな。こういうなんかもうなんかなんつうの、思い立ったらすぐパッていけるみたいな、何でもそのある程度それが許される環境にあるというか、まあそれも程度があるけどね、それは程度も程度問題というか、まあ一般常識範囲内でね。まあでもそれでもある程度まあ何かしらできるってのは非常にまあ面白いっていうか、それいいとこだな、それはね。いやー、いい空だな。なかなか面白いわ。まあでもここに来たからこそこういう貴重な、まあ、貴重な体験ができたっていうか、まあ、いろんな人と出会ったりとか、まあ、家庭教師もやったんだけど、家庭教師もやって、でまあそれでまあいろいろやったりとかして、まあ、そういう経験ってやっぱできないから。昨日ケーキもらったし、家庭教師のその家族からなんかケーキもらって、なんかすげえ大量にごちそうしてもらって、すげえと思って、ね、鍋みたいなタッ作ってもらってさなかなかよかったよ。で大量にプレゼントもらったもん、大量にもらったよ。すげえなと思って、もういいけどな、喜ばしいことだ。なかなか多分ないだろうということだ。誰得な、これ誰得なんだマジで。この動画を言って誰得なのか本当謎でしょうがねえよ。この意味わかんないところで岩の上で寝っ転がりながらなんかベラベラ喋ってる動画なんて全く意味わかんないよ。謎でしょうがねえわ。ああ、そうだ、今日リサイクルショップみたいなの行って、なんか結構なんかまあ昔の職場のなんか近くにリサイクルショップがあって、俺結構そこ好きで、なんかゲームとか売ってるから寄ったんだけど、64が置いてあって、お64なんじゃんと思って、64持ってきたのがあったから、もうずっとなんかもう64のなんか実況はできなかったんだけどさ、うわあるわと思って、すげえちょっとなんか高まったもんね。なかなかいい感じだった。64か、64の実況やってねえな。一回実家帰ったらだな、ほんと実家帰ってそれを持っていくか、まあ、実家でちょっと時間あればそれでそこでやるかみたいな、そういう感じだよ、とりあえず。まあそんな感じかな。どんな感じだって感じだけど、もう俺ちょっとこれから帰るわ。帰ってまたいろんな、また書類作ったりとかなんかやんなきゃいけないから、もう帰ります。この長い道のりを歩いて、遥かなる時に向かって俺歩いてやらないといけない。さらばだ。